はい、皆さんこんばんは。南谷内科公用クリニックの中野と申します。この度はこのような発表の機会をいただきありがとうございます。本日は、心不全在宅療養について、普段地域のさまざまな患者様をケアされている訪問看護師、介護職の方、また、診療されている開業医の先生方の中に、心不全患者は難しいと感じられておられる方も少なくないと思いますので、まずは心不全を理解していただくための最低限の基礎知識や、心不全治療の難しさの要因、心不全療養についての問題点など、思いついたことをスライドにしてみました。雑多な話でまとまりがないかもしれませんが、よろしくお願いします。自己紹介ですが、私は、45歳の大竹島の45歳です。広大を、卒業して2年間研修した後、この後、市民病院で勤務して、途中 JO の総合病院に勤務、2年間ほど勤務しましたが、すぐに戻ってきて、ここ朝市民病院で10年勤務させていただきました。で、平成29年、二宮内科公用クリニックに勤務をさせていただき、現在に至ります。一応循環器が得意です。で、ここの朝市民病院でも多くの心不全入院の患者様を見させていただき、心不全サポートチームの一員として、働かせていただきましたが、やはり再入院の患者様が一定数いらっしゃいまして、また心不全治療後、はい、退院しましょうだけではなかなかうまくいかないという実感がありました。その後、二宮内科公用クリニックに勤務して5年になりますが、地域の医師としてもっと深く患者様の生活と関わることで、心不全コントロールの難しさを感じることもあります。そうした心不全患者への取り組みとして、この心臓行きキャラバンが始まったわけですが、ウェブ研修会という形ではなく、皆さんとお会いし、お互いの顔を知り、患者様へチームとして取り組みたいところですが、コロナの影響でこういう形になり残念です。入院の受け入れをされている朝市民病院は、小田先生をはじめ、皆さん大変な心をされていると思います。この場を借りて感謝を申し上げます。当の、うちの壁の二宮内科もクラスターになり大変だったんですけれども、いつかコロナが終焉することは願っています。こちらは、主要先進国の平均寿命ですが、下の群がですね、男性の平均寿命、下が女性の平均寿命です。このグラフを見て驚きなのは、僕が生まれた1976年頃は、日本の男性、このピンクのラインですけども、平均寿命は72歳だったんですね。それが40年余りで10歳近く伸びています。で、アメリカの男性はいまだに平均寿命が76歳で、バイデンさんは平均寿命を超えていらっしゃいます。で、日本人女性はといいますと87歳で、トータル日本の平均寿命は世界一の長寿国となっています。この高齢化を反映してと言ってもいいと思いますけれども、日本人の、死亡の原因ですけれども、年々、悪性新生物、いわゆるがんが、伸びていき、老衰も右肩上がりに上がっています。その中でもやはり、心疾患が死亡原因として第2位につけています。で、もちろん心不全の総患者数の推移も年々上がってきてまして、心不全の年齢別の階級ですけれども、心疾患もそうですけれども、心不全の入院患者さん、心不全患者さんも、ご高齢の方が多く、85歳から89歳が、一番多いという形です。で、こういう心不全を得意としている循環器ですけれども、朝北区には、僕が思い当たる限りは、8名いらっしゃいます。壁地区はかなり豊富な人材が揃っているんですけれども、この辺もちょっと高齢化が心配されている地域です。で、
まあ、紅葉地区、口田の辺は僕しかいないですし、まあ、三入は河野先生、まあ、白木の方も2人しかいません。まあ、この8人で全ての心不全患者さんを見るのは不可能ですし、心不全入院で退院された場合は、かかりつけ医の先生方に、帰っていくわけです。で、心不全について一般の方で説明できる人は少ないと思います。例えば、がんであれば、心の中で気の毒にとか、そういうことを思っていらっしゃる方は多いと思います。それはなぜかというと、死が迫っている病気ということを皆さん、感じているからです。ただ、心不全はどうでしょうか。心不全、日本循環器学会や日本心不全学会は、一般の方が、理解してもらえるように、心不全の法定義しています。心不全とは、心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を沈める病気です。もっと言えば、根治が望めない進行性、かつ致死性の悪性疾患ということです。まあ、心臓のポンプの働きが不十分な結果が起こった体の状態を表していますので、疾患の名前ではありません。で、入院して心不全は良くなりましたと言われて退院されるんですけれども、まあ、楽になって退院されてもう治ったと思われる患者さんもいます。ただ、心臓のポンプの機能が良くなって退院するわけではないので、再入院の可能性があります。例えば、このおじいちゃんが病院に薬をもらいに行ったときに、足がむくむことを先生に言うと、まあ、心臓が悪く心不全って言われたらしい。これも心不全です。次のケースは、最近おじいちゃんの食欲がなかったんだけど、昨夜急に心臓があって、嫌汗をかいて、ぜいぜい苦しがって救急車で運ばれた。心不全と言われて人工呼吸器をつけられた。これも心不全です。まあ、この初めの症例は、症状も強くない状況で血行動態も保たれていますが、こちらの症例の場合はもう血行動態が破綻してしまうような状況です。このように我々の前にいる心不全患者は、多様で病態、原因、症状も違います。で、心不全が分かりにくいのは患者さんだけじゃなくて医師にとっても同じと思います。分かりにくくしている原因の一つとして心エコー所見があります。で、まあ、いろんな所見はあるわけですけれども、最低限知っておいていただきたい所見があります。それは LVDD と EF です。LVDD というのは、左室拡張末期径、心臓がポンプとして拡張しきった、伸びきったところの、心臓の径です。正常は55ミリ未満です。で、EF は屈出率といって、1回の心拍で心臓から送り出される血液の割合のことを言います。で、心臓のポンプ機能の指標となります。この正常は 55% 以上です。で、心不全の原因、つまり心臓のポンプ機能低下の原因ですが、3つの大きな原因があります。1つは虚血性心疾患、まあ、心筋梗塞ですね。心臓を栄養する血管が詰まってしまって、そこが栄養している心筋が壊死してしまう。することで、心臓の収縮のが落ちてしまいます。で、次に高血圧性心疾患ですけれども、高血圧になると心臓は絶えず強い圧力をかけて血液を、心臓の外に送り出さなくてはならず、心筋が厚くなってしまいます。さらに高血圧が続き、徐々に心臓は疲弊し、その結果、心臓のポンプ機能が低下してしまいます。もう一つの大きな原因としては弁膜症です。まあ、いろんな弁がありますが、弁が閉鎖不全で逆流があったりだとか、狭窄することで、心臓のポンプ機能の低下を見ています。その他の、まあ、原因としては、不整脈、特に心房細動が多く心不全の原因としてあります。その他、心筋炎だとか心筋症、いわゆる拡張型心筋症だとか、肥大型心筋症など、症例数は、上の3つに比べると少ないですけれども、原因としてあり得ます。で、もう一つ知っておいていただきたい言葉として、ヘフペフとヘフレフですね。最近この言葉が聞かれることが、最近でもないことが多いと思います。で、ヘフペフは、
ハートフェイリア、プリザーブとギエフ、ハートフェイリア、心不全、つまり、イジェクションフラクションが、保たれた、プリザーブされた心不全。もう一つは、駆出率、収縮機能が低下した心不全です。で、このように、同じ心不全なんですけれども、左は収縮機能は保たれています。右側は収縮機能がかなり低下して、心臓も大きくなっています。左側の方は拡張機能障害が心不全の原因となってしまいます。こちらの、収縮機能が低下した場合も収縮機能の障害で心不全になります。このように心機能とは、心機能は血行動態を維持させるという観点から、拡張機能障害、収縮機能障害、もう一つ便の機能障害、3つが原因になります。で、そのような心臓のポンプ機能が低下した場合、心臓には代償する起点が働きます。心臓自体の代償として、例えば心筋梗塞などで、心臓の筋肉が動かなくなる、心臓の収縮力が低下してしまうと、このように心臓自体の容積が1回、心臓の収縮機能が低下しても、容積が増えることで1回の心拍出量が増えます。ただ、ある程度拡大してしまうと、このように伸びすぎた輪ゴムのように、心臓の収縮を助けられなくなります。次に心臓外の代償起点です。心臓のポンプ機能の低下があり、心拍出量が減少すると、神経大液性因子の働きが亢進します。交感神経系、つまりアドレナリンやノルアドレナリンが分泌され、1回の拍出量は少ないけども、数で稼ぐと心臓が早く拍動する。または末梢血管を収縮させ、手足に流れる血流を遮断することで腫瘍臓器に多くの血流を再分配させる。もう一つの作用起点として、いわゆるラス系と言われるデニン、アンジオテンシン、アドレスエンドホルモンの作用で、腎臓でのナトリウムの再吸収を抑制することで、血液の量が、塩分、ひいては水分を尿中に排泄しないことで、血液の量が増え、血圧を維持します。このような代償起点は、短期的には血行動態の安定化させますが、慢性心不全の人では、この反応が持続して起こることで、すでに損傷している心臓がさらに大きな負担がかかり、時間の経過とともに増大した負担にさらに負担がかかり、心機能が低下していきます。このような代償機構が破綻してしまうのを防ぐのが、ACE 阻害薬であったり、ARB、ミネラルコルチゾールブロッカー、だったり、ベータブロッカーだったりします。これらは、目に見える治療じゃなくて、予後改善効果を伴う目に見えない治療です。それプラス、純粋に溜まった水を抜くという症状を取る治療である利尿剤の、組み合わせで心不全の治療をしていきます。これだけですでに4つ薬を飲んでいることになります。で、次に心不全の分類ですが、この図はよく目にされることが多いと思いますが、基質的な分類です。ステージ A から D まであります。ステージ A と B は、心不全の症状はありません。で、さらにステージ A は、高血圧、糖尿病、動脈硬化性心疾患など、心臓には基質的な異常はありませんが、心不全を発症するリスクが高い心不全予備群です。で、ステージ B も無症状ですが、これらの、このステージ B の方は、冠動脈の狭窄や弁膜症などがあり、冠動脈の血行細菌や弁膜症の治療を検討する必要がある方たちです。で、ステージ C では、もうすでに心不全症状が現れてしまった方です。この方たちは、急性心不全を発症するたびに、このような身体機能だとか心不全症状が強くなって、どんどん身体機能も落ちていきます。この負の連鎖は止まらず、徐々に、心不全症状が強くなり、身体機能も低下してしまいます。
さらにステージ D になると、末期心不全と呼ばれる状況で、粘膜症の手術や冠動脈の血行再建、さらには、量子スペーシングなどと言われる心臓再同期療法、薬物療法を行っても症状を完全に取ることはできず、緩和ケアが必要にもなってくる状況のステージです。次に、うっ血の種類ですが、うっ血には2種類あって、交感神経系が急激に更新して肺水腫を認め、膝呼吸、寝ていると苦しくて寝ていられない状況になったりだとか、低酸素血症を起こす左心系のうっ血、さらにはもう一つは右心系のうっ血があります。右心系のうっ血は比較的ゆっくり進み、下肢の むくみや肝臓の腫大、体重増加など、またこのレントゲンのように胸水が溜まったりします。それらの兆候はゆっくりと現れます。次にクリニカルシナリオですから、これはクリニカルシナリオっていうのは、病態評価と治療に役立てる分類なんですけれども、心不全を、急性心不全をクリニカルシナリオ1から5番まで分類してみます。クリニカルシナリオ1から3のまでは、収縮血圧で分類されています。収縮血圧が140以上のものをクリニカルシナリオ1、100から140のものをクリニカルシナリオ2、100以下のものをクリニカルシナリオ3と言います。その他、急性肝症候群による、心筋梗塞などによる心不全をクリニカルシナリオ4、純粋な右心不全による心不全をクリニカルシナリオ5と言います。で、クリニカルシナリオ1ですが、血圧は140以上に保たれている患者さんです。このクリニカルシナリオは1は、急激に発症する肺水腫が主病態です。心臓の収縮能は保たれていることが多く、水分貯留は少ないことが多いです。で、クリニカルシナリオ2ですが、体重増加を伴う全身の浮腫が特徴的です。で、水分貯留があることがあるので、治療としては利尿剤を使うことも多いです。で、クリニカルシナリオ3という問題は、血圧が100以下、つまり、血圧を出せないほど心臓が弱っているという、収縮能が弱っている患者さんです。別名、低管流症候群とも言いますが、主病態は心臓のポンプ機能が著名に低下することによる、低管流が、血液の低管流が主病態となります。このように、血圧、簡便に血圧で分類できるのが、このクリニカルシナリオのメリットです。次に、心不全の要因です。心不全の要因として、心臓だけではなくて、慢性腎臓病や貧血、感染症などがあっても心不全を誘発してしまいます。その他、過労であったり、食事、濃い塩分だったり、薬の飲み忘れ、睡眠時無呼吸など、心不全の要因があります。なぜこれらを挙げたかというと、これらは全く防げる因子、予防できる、心不全を予防するために防げる因子だからです。またこの図に戻りますけども、訪問看護師や介護職の方が接する患者さんは、ご高齢の方が多く、すでに症状があるステージ C、ステージ D の方が多いと思います。このステージ C の方の目標としては、再入院や入院予防に向けた日常管理、あとは急性増悪時には症状の程度に応じた適切な急性期治療が必要になります。ステージ D では、症状のコントロール、もしくは人生の最終段階のケアが必要になってきます。繰り返しになりますが、ステージ C の方はできるだけ入院予防です。入院すればもちろんコストもかかりますし、朝市民病院でも心不全入院患者さんの方は、早期に心臓リハビリを行いますが、どうしても急性期安静合唱が必要ですので、DL が低下してしまいます。で、在宅療養されていて可能であれば、急性増悪時の治療ですね。例えば、訪問看護師によるラシックスの常駐であったり、体重が増えたときに、症状が出たときにラシックス常駐とかができれば望ましいです。
ナシックス常駐後、緊張も、一応添付文症状はできるんですけれども、ナシックスは 2ml あるんですね。で、今のコロナワクチンのファイザーは 0.3 ミリなので、その2ミリリットルを緊張するのはちょっと痛そうだなと思って、僕は看護師さんには申し訳ないですけども、常駐の指示を出しています。で、ステージ D になりますと、末期心不全となり、再入院の予防、症状緩和、在宅看取りが目標になります。ただ、そのような在宅療養に関して問題点もいくつかあります。その一つは患者、家族の心不全についての知識不足、また多疾患が併存すること、その他高齢活動性低下のためのフレイル、心不全患者の介護度、緩和ケアについてです。あ、すみません。入院中の患者はですね、入院中の患者や家族の教育はなかなか難しいと思います。今、コロナの影響で、面会も難しいと思いますので、家族と会うのは、入院時の時だけのことが多いかもしれません。それだけに余計に入院時の時に退院後のことまで、再発することだとか、そういうことをコロナ、家族の方にいろいろ伝えていただきたいっていうのが、希望です。で、一度だけでは理解できないとは思いますので、我々の方も、日々、心不全について説明していっています。あとは、高齢者心不全は心臓だけ見ても良くなりません。それはなぜかというと、多疾患が併存しているからです。先ほども言った通り、慢性腎臓病があったりだとか、貧血があったりだとか、肺疾患、糖尿病など、多疾患を併存しています。これが心不全治療の難しいところです。その他も、退院死も併存しています。認知症が、ご高齢が多いので、認知症があったりだとか、フレイルがあったり、先ほどの知識不足があったり、介護力の不足があったりします。で、フレイルですが、フレイルとは、加齢が進むにつれて、日常生活動作や技術の低下を認め、要介護状態になる。この心身機能の著名な低下を強弱、フレイルと言います。フレイルの存在がですね、生命予後だとか、心不全による再入院に大きな影響を与えているという報告もあります。身体的フレイルに、フレイルも心理的、認知的フレイル、社会的フレイルともありますが、身体的フレイルに限ってみますと、心不全によって低栄養と筋力低下が起こり、心機能の低下に関連性があったりだとか、あとは心臓リハビリテーションによって筋力が増量すると心機能改善が関連すると言われています。いかにフレイルを進行するかが、大切です。フレイル予防としては、やはりリハビリテーションや口腔ケア、栄養管理が必要です。例えば社会参加も必要です。一人でお食事を取られている方は、うつ傾向だけでなくて、栄養状態や歩行速度などの、身体能力や咀嚼力なども低下しているという結果があります。このように、フレイルを予防することは早期に介護保険申請を行い、通所リハビリテーションなどでフレイルを予防することが大切です。また、在宅サービスを活用し、薬剤管理など心不全の増悪予防、またただ併用はフレイルにつながる可能性もあります。また、訪問看護師の介入で心不全増悪の早期発見、早期受診の勧めが大切です。心不全の在宅療養されている方は2週間だとか1ヶ月ごとに受診されますが、それだけでは心不全の増悪を見逃す恐れがあります。心不全の患者に対しては、日常生活におけるこのような疾病管理だったりとか薬剤管理だったりが重要なため、看護師の関わりが、とても有効です。ただ、医療者もそうですが、介護従事者に必要性があまり理解されていないことがあります。また、患者様自身も、心不全症状が落ち着いているときは介護の必要性を感じるんですけれども、訪問看護必要いらないっておっしゃる方もいます。その他、看護師自体も、心不全患者さんを訪問看護するにあたって、例えば増悪時に医師に報告するかどうか判断がつきにくいと思います。多くの看護師さんは、そういうような迷いを取るために、
指示書内容にきっちりと、まあ、例えば1週間で2キロの増加すれば受診を勧告するだとか、安静時120回以上の頻脈があるだとか、入浴、階段などで息切れ、また、浮腫、咳、食欲低下などがあれば受診の相談をしていいだとか、そういう細かい、まあ、それぞれの患者さんによって、まあ、1週間で2キロっていう決まりはないので、それぞれの患者さんで多少は違うと思いますけれども、そういう細かい指示は大変かと思いますが、ドクターの方は、訪問看護師にそういう指示が必要だと思われます。で、介護保険ですが、まあ、ご高齢の方以外にも心不全になられる方はいらっしゃいますが、介護保険は40歳から64歳までの方は特定疾病であることが必要条件になってしまいます。特定疾病としてはがん末期は認められていますが、心不全は、ステージ D の末期心不全でも該当しません。また、がんや神経難病に比べて心不全の患者さんは要介度が低く認定、過小評価されがちで、サービスの利用に制限が出てしまいます。で、介護認定の流れなんですけれども、認定し調査員が訪問されて、身体機能の調査項目だとか特別な医療をされているかの項目をチェックするんですけれども、これらの日常生活のチェック項目は本人が、まあ、心不全症状でしんどくてもゆっくりでも頑張ってできてしまうと、コンピューターの一次判定では介護保険の被害等になってしまいます。そうならないためには、二次判定という介護認定審査会がありますので、そこで主治医検証の、主治医検証特記事項というものがありますので、主治医による、まあ、心不全による症状で身体活動が低下して身の回りのことが困るということを詳しく記載し、ちゃんと介護認定してもらう必要があります。で、介護度によってかなり使える単位数は違ってしまいます。要支援1と、例えば要介護1では3倍もの、介護利用の差があります。で、訪問看護については、法的介護保険を使用する場合と医療保険を使用する場合がありますが、同時には利用できません。で、基本的に要介護要支援の認定を受けている場合は、介護保険を利用した訪問介護になります。なので、介護度が少ない低い患者さんは訪問看護の導入がしにくいといった面があります。で、人生最終段階まあ、のステージ D の方ですが、まあ、心不全だから最後は病院と思っていらっしゃる方も多いし、緩和ケア病床は心不全、末期の方は入院対象ではないといった問題点があります。あとは、例えば循環器疾患はがんと違って最後まで改善の可能性があるから緩和ケアは提供できないだとか、循環器の緩和ケアは難しい、痛みがないので緩和ケアの介入に余地がないなどの、誤解や誤った先入観があります。まあ、診療報酬においても、2018年に緩和ケア診療加算、2020年度に外来緩和ケア管理料に末期心不全患者が算定対象に追加されましたが、これは病院でのことで、まあ、またハードルもかなり高く、まだまだ診療報酬について、面から見ても、心不全の緩和ケアについてはかなり不利な状況です。まあ、こういった心不全の終末期のケアをするためには、まあ、これはドッツ先生に僕は刺身に言うときから使うようにと言われてたものなんですけれども、おそらく今も心不全チームもこれを使って、みんなでディスカッションしてると思うんですけれども、4分割というのは医学的適応、患者の意向、QOL、周囲の状況を把握することです。で、心不全の方で見てみますと、例えば、まあ、病態の配置は、まあ、人工呼吸器をするのかどうかだとか、まあ、在宅酸素をするのか、まあ、リハビリや栄養指導、薬剤指導のことです。患者の意向は、急変時、新種的な治療を含めてどのような方法に希望されるのか、退院後何がしたいのかなどです。QOL は、まあ、再入院を繰り返す心不全は、終末期医療の側面も強く、まあ、社会的、精神的援助が必要になる。周囲の状況ですが、もちろん家族の介護力や経済力、
まあ、自宅の治療や、まあ、その他の介護保険などについてこの4つを書いて、医療職によって討論をしていくことが大切だと思います。で、緩和ケアに使うオピオイドですけれども、まあ、モルヒネだとか使うことがあろうかとは思うんですけれども、呼吸器疾患に伴う外傷には保険適用がありますが、心不全には適用はありません。ただ、まあ、心不全によって保険適用はありませんが、外傷の症状に対しては使用可能になっています。あとは、まあ、低酸素の方にはホットをすれば、まあ、症状の緩和が得られることもありますが、心不全においてのホットはかなりハードルが高いです。まあ、2波3度以上日常生活の活動を軽度に制限しても疲労呼吸困難がある人は、まあ、多くいらっしゃいますが、ホットを適用するためには睡眠時のチェーンストークス呼吸が認められ、無呼吸低呼吸指数が20以上であるという睡眠ポリグラフをしなければこのホットは適用にはならない。またコストもかなりかかります。すべてを込みにすると1割の方で7680円いります。で、心不全治療薬なんですけれども、以前からある利尿薬などは6円程度でかなり安いです。ただ最近はかなりいろんな心不全治療薬が出てきてます。ただ見てもらって分かるように、まあ270円、400円、800円1日かかるものもあります。まあ、これらの心不全治療薬をファンタスティック4と最近は言ったりするんですけれども、果たしてこのコストで、ファンタスティック4なのっていうこともありますので、適用を考えないと薬剤数ばっかり増えて経済的に負担になるだけのこともあります。でこれは僕の患者さんの実際の例なんですけれども、6病院から、1日 30.5 錠出てらっしゃる患者さんがいました。まあ、数だけではなくて、朝昼夕寝る前、すべて1日4回飲んでらっしゃるんですね。でこの方は最近食事が全く取れなくなって、いろんな大腸のカメラや CT もすべての検査をしたんですけれども、どこも異常がありませんでした。で結局薬を減らすことで食事も取れるようになっています。でこういう方がもっと大変なのは、いろんなところから病院から薬をもらっているだけではなくて、いろんな薬局から薬をもらっているんですね。だから、まあ、例えば移行化にしようと思ってもかなり難しくて、まあ、そのかかりつけの薬局を決めたりすることもかなり大切なのかなと思います。ただ、まあ、多くの患者さんは、まあ、朝1回だけの薬で、ことされることが多いので、ほとんど僕も朝1回だけの処方にすることが多いです。そうすれば、まあ、ヘルプ。自分で飲めない方もヘルパーさんが来たら、まあ、ヘルパーさんにしてもらったりだとか、自分で飲むこともできることもあります。で食事ですけども、まあ、日本の食卓はこのような感じです。で成人は日本人の成人はかなり塩分をとって、まあ今の時代でも南米のインディアンは 0.5g しか、まあ、日本人の20分の1しか取ってません。塩分を取ってないので、まあ、こういううまみを使って塩分を減らしましょうという話があると思いますが、ただ先ほども言ったフレイルな人たちにこういう塩分制限、もしくは例えば腎臓が悪い人にタンパク質制限が本当に必要なのかっていうのはよくよく考えないといけないと思います。で、時間の関係がありますのでちょっと飛ばしまして、症例ですが、この方は83歳の女性です。脳出血既往があって左不全麻痺がありますが、もともと病院嫌いでかかりつけ医もなかった方です。で、12月24日に食欲不振、帯同困難となり、心不全の診断で総合病院に入院されています。で認知症の夫と2人暮らしで、娘様が近所に在住されています。もともと杖歩行で1日1食でしたが、入院後、立位、移動も支える介助が必要で、身の回りの動作、家事が困難となっていました。この方は、入院中に介護保険を申請していただき、訪問看護など、介護サービスの導入の予定を立てて、1月12日に退院されて、15日に当院に紹介受診。
この方やかなりの貧血があって低タンパク血症もあります。で、退院後の経過ですけれども、入院中の介護申請によって要介護1の認定が出たため、訪問介護を週1回、身体介護を週2回、通所リハビリ、福祉用具など配食サービスも導入されています。ただ、1月12日に退院後、当院初診時は 47.2kg だったんですけれども、1回目の訪問看護時には 49kg、 2週間後にはもう 51.6kg になって4キロ増えて、少し動くと息切れがあり、レントゲンで胸水が増量し、同日に再入院となってしまいました。で、再入院しましたが、繊毛や不穏があって内服も拒否されたようです。ただ利尿剤の静注には反応は良くて、2月2日に退院されています。この患者の初診時ですが、初診時、再入院の時ですが、やはりこのように胸水がまた溜まっていました。心機能的には左室手術も 45% とそこそこ保たれていますが、僧帽弁の逆流や三尖弁の逆流を高度に認めました。この方の訪問看護師さんからの連絡なんですけれども、やはりこのように細かくよく書いてくださっています。体重が増加してますと。で、サチュレーションも下がってて、活動で動悸と呼吸苦を自覚され、呼吸速拍が見られます。で、本日受診される予定ですので、よろしくお願いします。で、この方の問題点としては、やはり短期間で再入院になってしまったんですけれども、訪問看護師さん の早めの受診の勧告のおかげで、比較的早く弱る前にまた退院できたことかなと思います。ただ先ほども申しました利尿剤の常駐なので、入院の回避ができたのかなと。実際入院されても利尿剤を使っただけなので、在宅での利尿剤でなんとか入院が回避できたのかなとも思います。あとは良かった点は、入院中に介護申請をされたことで、訪問看護が入られ、あとは訪問介護も入られていることです。で、そういうことで再入院したが退勤入院です。進んでフレイルの進行を認めなかったということです。以上雑多の話になりましたが、自宅は心機能に合った心不全療養環境になるよう、医師、看護師、介護職と手を取り合って頑張りましょう。以上です。